東三河運転免許センター東三河運転免許センターは愛知県警察交通部が管理する運転免許、試験場である。かつては愛知県豊川自動車学校を併設していたが、現在は並行し、教習施設は豊川自動車練習所としている。また、2012年4月より愛知県警察、 第2交通機動隊東三河中隊を設置して、本センターを拠点に活動している。愛知県内在住者はここで、運転免許の更新を行うことができ、東三河地域住民限定の施設ではない。なお、日曜日は、有料運転者への講習、更新、高齢運転者講習事項済みのものへの更新、免許証の記載事項変更手続きのみを行う。 愛知県内の25警察署、5幹部交番でも、運転免許の更新手続き、講習は行われているが、東三河地域の本センターに近い豊橋警察署、豊川警察署、新城警察署、蒲郡警察署ではこの業務を行っていない。愛知県交通安全協会に所属している。他の自動車教習所のように送迎サービスは、 行っていないので公共交通機関等を利用して足を運ぶ必要がある。街当の幹部交番は全て終わり、西三河地域で東三河地域にはない。ありがとうございます。